こちらの場所をお借りして1時間半ぐらい行いたいと思います。すみません、ご近所の方というかお店の方、少し大きな音を出させていただきます。ちょっとうるさいかもしれないですけれども、沖縄の音楽とかそういうのを流していきますので、1時間半程度だけちょっとご容赦ください。よろしくお願いします。私たちは沖縄と東京北部を結ぶ集い実行委員会のメンバーと、それから SNS の告知を見て参加してくださった多くの市民の方々です。今からこの場所をお借りして1時間半何のことをお話しさせていただきますかというと、先日沖縄県知事の玉城デニー知事が辺野古の今パネルとか持っている方もいらっしゃいますけれども、防衛省が出した辺野古の工事の、設計変更に対してこれは認められないよと不承認という形で発表がありました。報道を見られた方もいらっしゃるかと思いますけれども、この玉城デニーさんのぜひ記者会見、そんなに長くないのでYouTube でぜひ見ていただきたいです。まだあんまりよく知らない方がいらっしゃったら。で、玉城知事はこの辺野古の工事の埋め立てに対してきっぱりとノーを表明して、その上で多くの県民の人たちに投票されて選出された沖縄県知事なんです。その思いは、その公約はちっとも揺らぐことなく、今回もきっぱりとこの工事は認められないという、そういうことを玉城デニーさんはおっしゃっていました。私たちはこの玉城デニーさんの不承認に対して支持しますということで、今 Twitter や Facebook などでも辺野古の不承認を支持しますという形でハッシュタグを作って、ツイッターでもなども呼びかけています。ぜひツイッターされている方がいらっしゃったら、こちらのハッシュタグも検索してください。辺野古の埋め立て不承認を支持します。沖縄の出した答えに対して、私は特に沖縄に関わりがあるような人間ではないですけれども、それでもやはりこの首都圏に住んでいる一人として、この問題は沖縄の人たちだけに押し付けていてはしかも解決しないですし、この問題は沖縄の問題ではないんですね。日本全部のこの国に住む人々、全ての人々の問題だと思っています。そういうことをこれから1時間半かけて皆さんにお伝えしたいと思います。で、今ですね、シール投票をやっています。それから署名も行っています。どんな署名、どんなシール投票かと申しますと、実はこの辺野古の新しい基地を作るための埋め立てですね、海を埋め立てて巨大な軍事基地を作ろうとしてるんですけれども、この埋め立てになんとなんと沖縄戦で亡くなられた遺骨の混ざった土砂を使うという非人道的な、非常識な、もうとても命をないがしろにしているような、そういう暴挙が今日本政府によって行われようとしているんです。このことに対して皆さん知ってますかという、そういうアンケートのシール投票、そして一緒に俺はどうしてもやめさせなきゃいけないねって思った方はぜひ署名をしていただきたいんです。私たちの声一つ一つは小さいですけれども、この声が集まれば大きな大きな力になります。どうか皆さんも、沖縄遠いですけれども、でも自分には関係ないわと思わないでください。この沖縄戦には東京の人だって北海道の人だって、もう多くの人が駆り出されて戦地に行って、そのまま沖縄の地に眠られているんです。沖縄の人だけじゃないんです、犠牲になったのは。この人たちを早くちゃんと骨を土の中から掘り起こしてあげて、そして遺族のもとに返して、ちゃんと
手厚くお墓に入れてあげたいという思いで、ボランティアでガマフィアと呼ばれている福祉県高松さんという方が墓地を今土の中から掘り起こす、そういうことを行われています。本当はこういうのってちゃんと国がやらなきゃいけないと法律でも決まってるんですよ。亡くなられた戦死者の遺骨ですね、これが土に混ざったまんまになってるんです。沖縄ではまだまだこれをちゃんと国の法律で責任持って国がちゃんと遺骨を収集して遺族のもとに移さなきゃいけないっていうことは決まってるほどなんです。だけどちゃんと国がもうやってる作業とかもかなりざるな作業をやっているので、ボランティアの人たちが細やかにその作業を行ってくださると。でその人たちがまだ全ての遺骨を掘り起こしてない、まだまだ沖縄の地に眠っている、そういう遺骨があるにもかかわらず、その遺骨混じりの土砂を使って新しい基地を作ろうとしているわけなんです。きれいなきれいな珊瑚礁、今写真のパネルを持っている人もいるのでぜひ見ていただきたいですし、沖縄の海行かれた方はご存知かと思います。珊瑚礁が息づく、ジュゴンが泳いでいる、きれいなきれいな沖縄の海、この海を守りたい、環境破壊という、そういう点においても絶対にこれはやらせてはいけない。どこにどれだけの生き物が、どれだけの生態系がこの軍事基地を作ることで命を奪われ破壊されてしまうのか、そのことに対しても私は命という観点から本当にやってはいけないことだと思っています。いろんな人が今集まり始めています。沖縄の問題だけじゃない、これは私たちの問題なんだ、沖縄にあるたくさんの基地、私たちが押し付けているんだということに気づいていただければ、やっぱり声を上げなきゃいけない、特に首都圏から声を上げなきゃいけないというふうに皆さんにも思っていただけると思います。ちょっと風が強いですし寒いですけれども、でも元気を出して沖縄の声に私たちも連帯して応えて、できるだけのことをやっていきたいと思っていますので、ぜひ皆さんにも関心を持っていただきたい。シール投票や署名にぜひご協力をよろしくお願いいたします。では今から沖縄の歌を歌っていただきますので、お時間ある方はぜひ歌も聴いていってください。よろしくお願いします。大塚駅前ご通行中の皆さん、先ほどから大きな音で、大変失礼いたします。この場所をお借りしましてね、沖縄で起きている基地の問題とかお伝えするっていう、そういう街頭宣伝なんですね。で私自身どっかの政党とか、ね、団体に属しているわけじゃなくて、今日こういう集まりがあるってことを聞きまして、個人的に参加しております。で皆さんご存知でしょうかね、沖縄の米軍基地の問題、もう戦後76年経ったんですよね。で未だに沖縄にはたくさんの基地が、米軍基地が残されています。沖縄の本土のね、沖縄本島の約2割の土地が米軍基地として使われてしまってるそうですよ。これで全国の、7割ぐらいの面積の沖縄の米軍の基地が、全国の大体 0.6% の沖縄の基地に、沖縄の地に、ね、集中してしまってるわけなんですよね。これどう思いますか。そして長年沖縄県民の方々って米軍基地のおかげでいろんな迷惑を被ってるんですよ。すごく被害を被ってます。例えばですね、基地の騒音、ジェット機の騒音とか、オスプレイとかね。でそれだけじゃないですよ、もう時々墜落事故も起きます。そしてもうつい先日ですけど、オスプレイから水筒、重たい、ね、水筒が落っこちてきたんですよね。でそれだけじゃないですよ、何年か前は、小学校に大きなヘリコプターの窓枠が降ってきたりとか。で夜間を問わず沖縄県のね、県民の住宅の上をジェット機とか、ね、オスプレイとか飛び回ってるんですよ。すごい騒音被害です。でそれだけじゃないです、米軍による犯罪ですね、レイプ事件とか交通事故とか暴力とか殺人事件も起きてます。でそのような、ね、犯罪が起きても日本の法律で
取り締まることができないんですよ。知ってますか皆さん。で米軍の方々もそのことをよく知ってて、本当になんていうかね、沖縄県っていうのは今もアメリカの植民地みたいな扱いですよ。本当にひどいと思います。で、沖縄の基地っていうのはですね、別に沖縄を守ってるわけじゃないんです。日本を守ってるわけではないんですよ。ただね、アメリカのなんていうか世界戦略のために、沖縄の基地を使ってる。しかも日本からですね、毎年3000億円以上のお金、思いやり予算っていうんですけどね、そういうお金を支払って沖縄県に今も基地がある。そして県民の方々がすごく迷惑を被っている。沖縄県民を守るどころか、すごくね、迷惑、犯罪行為働かしてるわけなんですよ。そうで、本当に沖縄県民の願いは、これ以上基地はもうあってくれるな、早く基地撤去してくれということなんですけれども、でこの上で新しい基地を、辺野古というきれいな海を埋め立てて作ろうとしてるわけなんですよ。皆さん知ってますか、サンゴ礁のきれいな海を埋め立てて新しく基地を作ろうとしている。でしかもそのお金っていうのは私たちの大事な税金からですよ。沖縄県の試算によると、2兆5500億円以上のお金かかるそうなんですよ。私たちの税金ですよ。どう思いますか。で、綺麗なサンゴ礁の海を埋め立てるわけですよ。本当に貴重なね、海の生物サンゴとかね、隠れクマノミとか住んでる綺麗な海を埋め立てようとしてるわけですよ。本当にひどいことだと思います。ただただ沖縄県民の願いは、これ以上基地を作ってくれるなということなんです、はい。でこれってね、沖縄県民だけの問題じゃないです。私たち国民全員の問題だと思います。私自身特に利害関係ないですけど、これ沖縄県民いじめだと、そう思います。だから沖縄県民の方々と一緒になって声を上げたいと思います。本当に政府による理不尽なこのような沖縄での行為は、本当にみんな本土の方々と一緒に声を上げていきたいと、そう思いますよ。はい、ということでスピーチとか歌とかで訴えていきたいと思います。で、分かりやすい写真とかもお待ちしております。よろしくお願いいたします。署名もやってますのでお願いいたします。では歌の方行きたいと思います。
ございます。お待たせしました。はい、じゃあもう一曲お送りしたいと思います。この歌、花という歌です。
の歌に曲歌っていただきました。少しなんかね雰囲気変わりましたよね。ぜひ皆さんの、今何が沖縄で起きているかってことを注目していただきたいと思います。で、昨日ですかね、ちょっと沖縄にいる仲間からメールが来て、あとニュースにもなったんですけれども、今あの自衛隊の訓練っていうのもなんだか盛んにね行われ始めていて、沖縄の地ではすごくきな臭い雰囲気になってると思いませんか皆さん。この間選挙もありましたけれども、結局岸田さんは昔はちょっとね鳩派のイメージっていうか護憲みたいなことをね憲法を守るよって言ってたんですけれども、どうやら悪魔に魂を売ってしまったようで、あの安倍さんというね悪魔に魂を売ってしまったようで、もう憲法を変えることにイケイケどんどんになってんですよね岸田さんは。そしてなぜか選挙中は一言も憲法を変えると言ってなかった日本維新の会、国民民主党なんかもなんか一緒になって憲法を変える議論を始めようじゃないかみたいなことを言い始めてる。松井さんなんかもね維新の来年の参議院選挙の時に一緒に国民投票やればいいんじゃないかみたいなね、いやこれちょっと無理があるんですけれども、でもなんかそうやって煽ってるんですよね。なんかこう憲法を変える雰囲気作りみたいなのを煽り始めてるわけなんですよ。で維新の会なんか皆さんどうでしょうかね、投票した人もいらっしゃるでしょうかねこの中には。で自民党のコロナ対策があまりにもグズグズだったから、やっぱりお給与制裁って皆さんこの間の選挙で思われたと思うんですよ。でじゃあ自民党以外のどこに入れよう、自民党公明党以外のどこに入れようってなった時に維新の会に前でとくかって人もいたかもしれませんね。でも結局改革を叫んでいた維新の人たちは自分たちが選挙でやろうとしている改革には手をつけず、結局自民党がやりたがっている憲法を変えるという、こういうこれ改革ですかね、違いますよね。これやるって言ってないですから、選挙中にやるとも言ってなかったような憲法を変えるっていうことに前のめりになって自民党のお尻を叩くぐらいな感じになっちゃってるわけですね。で自民党がどういうふうに憲法を変えようかって変えようとしてるかっていうと、やっぱりこれはもうはっきり言って戦争できる国を作るってことですよ。私たちの国は憲法9条があって、武力によっては物事解決しない、二度と戦争を繰り返してはいけないという反省のもとに平和憲法ができて、私たちはまあ戦争しないでなんとか生きてこれたわけなんですけれども、でも今この動きが、戦争を経験された方々がだいぶ亡くなりになられたこともあってか、どうもきな臭い動きが各地で起きているわけなんです。中国に対してのなんていうかこう威嚇行為みたいなね、そんな武器をちらつかせてお互いに睨み合いをすることで平和になるかって言ったらならなかったってことは、もうそれって先の戦争でもう散々経験したことなんですけれども、また同じ過ちを繰り返そうとしている、しかもまた沖縄を最前線に置いてアメリカの捨て石にしようとしている、日本を守るためじゃないですよ、アメリカの捨て石にするような、そういう今ことが沖縄の地で着々と進められているわけなんですね。だから憲法を変える前にもう憲法があるのに、平和憲法があるのに、もう実際上はそれを無視しているかのような敵基地攻撃能力を持つとかね、敵基地攻撃能力って何って言ったら、こっちから相手を叩くようなそういう攻撃能力のことですよ。おかしいですよね。平和憲法では兵器武器を私たちは放棄すると言ってるんですけれども、持たないと言ってるんですけれども、実際上は攻撃できるようなそういう兵器や武器、そしてこの辺野古の新基地、
こういう戦争に使われる道具、戦争に使う施設、こういうものを着々と自民党公明党政権は準備してきているわけなんです。これに沖縄に住んでいる、沖縄戦をよく知っている、平和を求める人たちが何とか止めたいという思いで、工事車両が入ってくるのを自分たちの身一つ、体一つで機動力で座り込んで工事車両を止めたり、それからもう数回でしたけれども、何でしたっけね、沖縄のあそこの山、名前忘れちゃったけれど、なんとかさんの、自衛隊の訓練が行われようとしてたんですよね。でそこに 2,30 人の人たちが反対の声を上げに行って、座り込みをして、でなんか桜の木がたくさんあるところで、桜の木の枝があると、その自衛隊の車が、大きな大きな、訓練の車が入れないみたいで、で八重岳、そうで、そこで、そこって激戦区にもなってるらしいんですよね、そこはね。でまた同じ過ちをここでまたね、戦争みたいなことをやるのかということで、住民の人たちが集まって、で桜の木の枝を折りながら、あんたたち訓練地に来るのか、山の中に入るのかっていうことで、座り込みをした人たちがなんとその自衛隊の車を追い返したというね。まあびっくりしましたね、こういうことができるんだ。やっぱり人数が少ないとかね、あんまり反対する人がいないとか、だから自分が声を上げても無駄だとか、そんな風に思っちゃいけないんだなって。少ない人数であってもやっぱり行動することが大事で、実際そうやって自衛隊の訓練を跳ねのけて、もう入れないって諦めさせて、その後の訓練も中止しますってことになったらしいんですよね。びっくりしましたね。まあ、本当に成功するっていうこと、抗うっていうことの大事さ、素晴らしさ、勇気をいただきました。私も自分が一人声を上げたって意味がないとか、そんな風に思わないで、たとえ一人になってもおかしいことにはおかしいと言い続ける、そういう気持ちで声を上げ続けたいなというふうに学びました。ぜひ皆さん、そんなに難しいことを考えなくてもいいです。そんなに大変なことをやろうとしなくてもいいです。まずはチラシ1枚を受け取ってみる、署名をしてみる、それからツイッターやられている方はハッシュタグ辺野古埋め立て不承認を支持します、これ検索してみてください。琉球新報や沖縄タイムスアカウントフォローしてみてください。自分の目に触れなかったようなことが触れると思います、触れる機会ができると思います。まず知ることから始めていただきたいと思います。きっとやっぱりこんなのおかしいよって思う気持ちが芽生えると思います。その気持ちに正直であっていい、そんな風に私は思っています。同じ思いを持っている人は必ずいます。今この場に集まっている人たちもそうです。ぜひ皆さんも、なんかおかしい、こんなこと許していいんだろうかって思われる方はぜひ今ここに集まっている人にちょっと声をかけてみてください。まだ署名はためられるなと思う方いらっしゃいますか？そういう方はぜひシール投票でしたらポンと貼るだけですので、シール投票だけでもぜひご協力いただければなと思います。それではここでまた三線の音色に乗せて沖縄の歌を届けたいと思います。なんか替え歌も作ってきてくださったそうで、すごく楽しみなんです。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。ここにちょっと小さいですね。商人というのを、
お知らせを出しました、この日も待ってたんです。要はこれ何かというと、辺野古の反対側の、三崎奥間で反対側の大浦湾という湾の、ところも埋め立てようという案だったんですが、そこが軟弱地盤といいまして、ドロドロのマヨネーズ状の、海底になってるんですね。でそんなところにこう埋め立てて基地を作っても、元の一番下のところがグズグズなんで、地盤沈下したと基地できないんじゃないかと、そんなところに基地建ててどうするんだというふうになったので、まあ、いい申し立てたんですけど、要するにそれはそれに合わせて、変更するから、それを承認してくれって話だったんですね。でもまあこういうふうに設計変更するよっていうのは全然話にも何にもならない、杭を埋めて、地盤改良するって言うんですけど、そんなことしてて、特に一番深いところで90メートルあるんですけど、空の長さが70メートルしか届かないと、もう一回工事させてもらっても、それは無茶な話ですというところで、まあ、全国から意見書が集まって、まあ、私も出したし、仲間も出したんですけど、まあ、その結果としてやっぱりこれは無理だろうということで不承認を出したんです。だから、まあ、出す方に正義があるというか、そんな、ところに基地を建てようって方が政府の言ってる方が無茶なんですね。だからこれは本当にね、これから政府が、まあ、裁判とかいろいろやって、潰そうとまたしてくるでしょうけど、そんなことも、基地を作るのは無理なんだというところで、こちらからも支えていこうと、いうことを言っています。ということで、その不承認を、まあ、お祝いするといいますか、支えていこうという歌を、作ってみました。いつも替え歌作っててなかなかオリジナルというのがないんで、今回どうしようかなと思ったんですけど、まあ、子供の時に私が見た、松林寺というですね、中国の、まあ、またまあ中国の歌を歌うと、まあ、回し物かとか言われそうですけど、まあ、単純にね、当時、漢方少年好きだったんで、見た映画のタイトルこれが、だから松林松林というのが不承認と合いそうだったんで、歌詞を作ってみました。聞いてください。不承認不承認、辺野古インチコジ取れさせるのさ、不承認不承認、軟弱地盤には傷はできない、杭を打って地盤改良、そんなのできやしない、90メートルそんな深さ杭は届かない、そんな無茶苦茶な工事をしたら無駄に自然を破壊するだけ、承認しないのは当然のことさ、戦いの火蓋切られた。不承認不承認、ずっと私たち待っていたのさ、不承認不承認、ひとたの口に決断すると、日本政府やり方がむちゃくちゃすぎるよ、軍事のため沖縄を犠牲にするのは、本土に住んでる私たちにも今度の不承認ひと事じゃない、声を上げようよ主権者として、みんなで沖縄を支えよう、不承認不承認不承認。ありがとうございました。ぜひ本館の玉城知事の不承認の決断、こちらからも本土からも支えていきましょう。ということで、
もう一曲ですね、実は先ほどから話出てますの沖縄の島々はですね、実は辺野古だけじゃなくて、しかもその沖縄、奄美、さらにもっと種子島の近くにある竹島というところから、奄美、沖縄本島、宮古、八重山、一番右の与那国島に至るまでですね、本当にちょっと自衛隊が、まあ、自衛隊の本当は認めないとかそういうんじゃないんですけど、まあちゃんと専守防衛でやってくれれば、専守防衛でやってくれればいいんですが、要は、まあ、中国に対して包囲網が何か分かんないですけど、とにかく完全に南の島々がこう軍事要塞化しつつあるんですね。で、何が問題かというと、民間の港であるとか、そういったものも、現地演習とかなんか使われてしまうと。で、まあ、今例えば宮古島なんかにミサイル基地ができて、これなんかもう民間の、まあ、住宅地なんかにすごい近いところに、ミサイル基地が作られて、いざ何かあったら危ないじゃないかという声にも、潰すような形で作られて、その搬入、武器のミサイルの搬入なんかも民間の、港を使ってるんですね。で、そういったことがやっぱり問題なんじゃないかと全部今島々そういう感じになっています。まあ、その一環としての辺野古ということでもあるんですが、まあ、ちょっとその話また詳しくはもっと正確な話が私なんかにはあると思いますけど、ということは今宮古島ではそのミサイル搬入に反対して運動が起きてまして、でみんなが宮古島の民謡のクイチャーというのを歌って踊ってるんですね。で、そのクイチャーをちょっと歌ってみようと。で、まあ、有名な一つパルミズのクイチャーという、このパルミズの港というのはどこにあるかというと、今の大楽港、今度、ミサイルが搬入されたその港です。民間港です。で、そこのね、港の、白い砂がこう泡とか米になってこう島々にこう登ってきたら、みんな非常に豊かで楽な暮らしができるんじゃないかと、そういう、豊かな暮らしへの、平和な島々への願いを込めて、踊り歌う曲です。パルミズのクイチャーで作ってください。
ありがとうございました。ぜひね、はい、ありがとうございました。そうですね、宮古島のことも話していただいてよかったです。ぜひ皆さんこのことにも注目していただきたいと思います。本当にミサイル配備とかね、もう勘弁してほしいですね。そんなことばっかりやって、なんか防衛費もね、1兆円のこう枠を超えずにやってきたのがもう2兆円突破かみたいなね、もう湯水のように軍事費に私たちの大事な大事な税金を使っていくような、こういう流れ本当に止めなきゃいけないと思いますね。で今先ほどもお話ししましたけれども、戦没者の遺骨を、遺骨がまだね沖縄の地には眠っていて、その土砂を辺野古の新基地の埋め立てに使うっていうね、そういうことに反対する、そういう署名を行っているので、ぜひご協力いただきたいんですけれども、それと同時にですね、今この新しく首相になられた岸田さんが、もうこの人も本当に安倍さんの操り人形で、憲法を変えて戦争できる日本にしようとイケイケどんどんなので、このことも阻止したい、そういう署名もやってますので、憲法改悪に反対する署名、これにもぜひご協力いただきたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、また参加者の方からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。こっち、僕は今から40年以上前に日本最西端の島、与那国島というところに住み着きました。まあその頃の与那国っていうのは、アメリカというのは沖縄を基地としてしか考えていませんでしたから、信号ない、道路標識ない、舗装道路は1箇所だけでした。島のインフラっていうのはそのぐらいひどいもんだったんです。で住み着いて何年か経って、ちょっとした、相談で教育委員会に行った時に、教育委員会に古いフィルムがあったんです。昭和30年代、柳田邦夫と九州大学が八重山を調査した、そういうフィルムです。そしてそのフィルムにはすごいのが乗っかって、最後にすごいのがあったんです。まあ昭和30年代の八重山っていうのはまだテレビもラジオも新聞も電気もないような時代です。まあそのフィルム自体興味深いもんだったんですけど、その最後にボリビアに移民を進める、そういうフィルムがあったんです。そのボリビアの地というのは土壌に塩分が多く作物ができないから移民に向いてない、ボリビア政府がそういうふうな報告書を日本政府に送った、そういう場所だったんです。ボリビア移民の人は道もないような原野に連れて行かれ、明日からここで生きろと、そういうふうに言われたそうです。そこへ移民を進める、そういうフィルムです。貧乏人の子だくさん、食べるものもない、さあ行こうボリビアへ、ボリビアへ行けば土地がタダでもらえる、支度金まで出る、そんなフィルムだったんです。それを見てびっくりしました。日本政府はアメリカ軍の基地で追い出した人たちをこんな風に機敏してたのか。そしてあることに気がつきました。今は亡くなってしまいましたけど、石垣島に素泊まり700円の移民館っていう民宿があったんです。変わった名前の民宿だなと思ってましたけど、石垣島でも西表島でも戦後マラリアで全滅した村があるんです。そういう場所はやはりアメリカ軍の基地で追い出した人たちを移住させてるんです。石垣や西表島の人に言わせると、もともと湿地帯で蚊が多くて人が住むような場所ではない、そういう場所へアメリカ軍の基地で追い出した人を移民させてるんです。
そういう犠牲の上に今のアメリカ軍の基地があるんです。例えば今の普天間の海兵隊は朝鮮戦争の頃は日本本土にいた部隊です。それが日本本土でアメリカ軍の基地の反対運動がひどくなって20年代から30年代にかけて沖縄基地というのはどんどん大きくなっていったんです。今の県知事のデミー玉木さんの出身地伊江島ではアメリカ軍の基地に反対しておじいさんおばあさんたちが座り込んだんです。そこへ上陸用舟艇で300人の上陸用舟艇3隻で300人の海兵隊がライフルに銃剣をつけて行進してきてその銃剣に刺されて怪我をした人がいます。家はブルドーザーで壊され木々畑は燃やされたいと言います。そういう犠牲の上に今のアメリカ軍の基地があるんです。そして僕は普天間の基地に入ったことがあります。普天間の基地というのは普天間じゃない、風名基地というのに風名基地に入ったことがあります。風名基地というのは東京都品川区とほとんど同じ大きさの広大な軍事基地です。風名にある4000メーターの飛行場は東洋一でずっと呼ばれてました。そしてその飛行場から一山越えてまあすごい住宅地が広がってるんです。広い芝生のところに家が3軒ぐらい建つとプール、それを過ぎてまた家が5軒ぐらいあるとその次はテニスコートが3面ありました。そういう住宅がもう30年ぐらい前ベトナム戦争が終わった時点でほとんど空き家だったんです。それもすぐ納得しました。第二次世界大戦の時に日本に落とされた爆弾の量は19万トンか15万トンから19万トンいろんな数字がありますけどそのぐらいらしいです。ベトナム戦争の時にアメリカ軍がラオスやベトナムに落とした爆弾の量は300万トンらしいです。実に20倍近い爆弾を落としてるんです。だからそれの重大な出撃基地だったカデナはもうベトナム戦争の時はいっぱいだったんですよ。住宅が人がいっぱいいたそうです。普天間もそうです。普天間は海兵隊です。海兵隊はベトナム戦争当時ベトナムで何週間か戦争をすると普天間に戻ってきて何週間か休暇を取るそういう出撃サイクルだったそうです。だから今はカデナも普天間もガラガラなんですよ。普天間じゃない、普天間でいいんです。普天間はもうガラガラなんですよ。辺野古に新しく海兵隊の基地を作るって聞いたとき、まずびっくりしました。え、海兵隊の基地が今更いるの？例えば、2、3年前に、ヤンバルの練習、演習場が半分だけ、変化になりました。どういう場所かというと、アメリカの兵隊をベトナム戦争用に訓練をするただのジャングルです。ジャングルの中にアメリカベトナムの村まで作ってあったそうです。そういうのが返還、半分だけ返還するのにベトナム戦争が終わって30年以上経ってるんですよ。理由の一つに使ってないような基地の維持費まで全部日本政府が払ってるらしいです。例えばアメリカ軍の基地の中は電気代も水道代もただだそうです。アメリカの兵隊はクーラーつけっぱなしで出かけるそうです。沖縄の基地従業員がなんでクーラーつけっぱなしで出かけるのって聞いたら、え、だって帰ってきた時暑いじゃないって言われたそうです。そして思いやり予算です。アメリカ軍、沖縄のアメリカ軍基地っていうのは保養基地の、色彩がありますからゴルフ場が何面もあるんです。そのゴルフ場の管理人100人近く日本が思いやり予算で払ってるんです。ゴルフ場の管理人だけじゃありませんよ。バーテンダー、宴会場の人、そんな人の給料まで日本が思いやり予算で払ってるんです。だから使ってないようなアメリカ軍の基地でさえもうアメリカ返すつもりもないんですよ。日本がお金払ってくれるんだもん。そして地位協定です。
アメリカの兵隊がどんなに悪いことをしても日本の法律で裁けない。それはあれですよ、女性に乱暴しても人を殺しても交通事故を起こしても日本の法律で裁けないんです。僕が沖縄にいた時に沖縄の少年がアメリカのトラックに引き殺されるという事故がありました。まあ、これはあくまで事故ですけど、その時の兵隊の言い分が西日が眩しくてその少年が見えなかったんだ、それだけでした。そして何の罪もなかったそうです。次の日から次普通に兵役についてあったそうです。地位協定というのはイギリスやイタリアにもドイツにもありました。でもドイツ政府、イタリア政府は頑張ってアメリカと交渉して地位協定の改定を求めていき、ドイツやイタリアの国内のアメリカの兵の犯罪は全部ドイツの法律、イタリアの法律で裁けるようにしたんです。まあ当たり前ですよね、独立国なんだから。地位協定というのは何も沖縄だけではありません。例えば東京と大阪には横田空域というアメリカ軍専用の空域があるんです。今回のオリンピックに向けて日本政府がアメリカ軍にお願いしに行ったんですよ。横田空域を使わせてください。そしてかすめる程度、本当にかすめる程度使わせてもらえるようになったんです。日本政府がアメリカ軍にお願いしに行って、ドイツもイタリアも同じような状況でした。でもドイツもイタリアも政府が頑張って地位協定の改定を求めていき、ドイツの空域は全部ドイツの管制下になったんです。イタリアの空域は全部イタリアの管制下になったんです。まあ当たり前ですよね、独立国なんだから。反対してたっていう、はい、どうぞ。僕は沖縄にいてすごく思いました。本当にこれ以上沖縄に基地を作っていいの。第二次世界大戦の時に沖縄の人は本当に大変な思いをしました。例えば地上戦がなかったような石垣島や西表島でも戦争マラリアとかそういう話があります。悲惨な話はいくらでもあるんです。もうこれ以上沖縄に犠牲や苦痛を強いるのは間違いだと思ってます。もし本当に基地が必要だったなら日本に作りましょうよ。僕はもうこれ以上沖縄に犠牲や苦痛を強いるのは間違いだと思ってます。はい、例えば、沖縄では第二次世界大戦から前からです。例えば与那国島にはトングダというところがあります。人頭税があまりに厳しかったから、ある時金がゴーンとなるんです。そしてトングダに向かってみんな走り出すんです。それで遅れた場合はその人たちは殺されたと言います。そのぐらい人頭税が厳しかったんです。クブラバリというところがあります。海の近くに割れ目があって、それこそ1メーター50センチぐらいの大きな割れ目です。妊婦を飛ばしたというんです。人頭税、これも人頭税があまりに厳しくて人口を増やしたくないという島の人たちが考えたことだそうです。そういう沖縄の人たちはずっと日本本土に苦しめられてきたんです。いくらでもあります。例えばさっき宮古島、石垣島、与那国島に自衛隊の基地ができているという話、基地ができてしまいました。例えば与那国島では他の州基地という町長の時に自衛隊の基地ができたんですけど、他の州基地は若い頃は反米反自衛隊の活動家です。それが60歳になって町長になったと自衛隊の基地を認めたんです。もう痛いほどよくわかります。たった人口1500人の町で自主財源もないような島ではとても本土に逆らわないんですよ。沖縄では八重山と宮古島、石垣島、与那国島の先島と言いますけど、
そういうところはね、ちょっと差別されるんですよ。例えば沖縄本島の人に、先島の人に偏見持ってるだろうって聞くと、いえ、本件なんか持ってないよ。でも先島の人は怒らせれば分かるんだ。本島の人は怒らせれば、殴るために軍を握る。先島の人は包丁持ってくるんだ。そんな風に言われる場所なんですよ。そしてある時、与那国に住んでた時、高校生が、高校ないですから、あの沖縄の本島に進学した子供が沖縄、あの与那国島に帰ってきて写真を撮ってるんです。何してんのって聞いたら、与那国島は車も走ってないだろうとバカにされるって言うんです。そんな立場の弱い宮古島、石垣島、与那国島のような、そして普天間はやんばるです。やんばるも田舎もんって言って、沖縄那覇の人なんかにバカにされるようなところです。そういう立場の弱いところに基地ができるっていうのが非常に腹が立ちます。許せません。もし本当に基地が必要だったら本当に作りましょうよ。弱いところにこれ以上実や苦痛を強いるのは間違いだと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いろんなお話してくださいましたね。そうなんですよね。もう本当にこの日米地位協定っていうのがあるおかげで、アメリカ軍やりたい放題ですよね。女性がレイプされたって大した罪にもならないって彼ら知ってるんですよ。だからやりたい放題なんです。何が日本を守る？女性の人権一つ守れてないじゃないかと思いますね。でちょっと前まで、今はあのコロナの方もね、沖縄も収まってきてますけれども、やっぱりちょっと前はあの沖縄のコロナの感染状況もかなりひどかったですね。あそこは観光客が来るってこともそうですけれども、米軍がいつ基地に入って、そのうちのどれだけの人がコロナをの陽性者でっていうところがはっきりとわからないわけですよ。例えばお隣の韓国だったら、米軍が今韓国にどれぐらい来てるかっていうのを事細かにちゃんと人数をホームページに出す、ありがとうございます、ホームページちゃんと載せてるんです。韓国ではそういう風に韓国政府はきっちり米軍と交渉してるんです。今どれだけの米軍が韓国に入ってるのか、韓国から出ていってるのか、ちゃんと出入りをしっかりとホームページに記載させてるんですね。そういう交渉を韓国政府はやってるんですよ。日本政府はそういうことを一切やってない。いつ何人の米軍が沖縄の基地に直接入って出ていったか、そんなことすら教えてもらってないんです。どれだけの米軍がコロナを持ち込んだか沖縄に。こんな屈辱的な扱いをされていて、何が独立国ですかって本当に痛いですよね。ちゃんとアメリカと交渉できるな、できるような人を政府に置かないとダメですよ。誰一人の人権も守れてない。ちょっと前だって米軍のひき逃げ事件があったり、ひき逃げがあったり、空から水筒が落とされたり、そういうことが起きてるんですよ。で、私びっくりしたのが、とにかく今回デニーさんが不承認ということで、辺野古の基地建設の計画変更、設計変更、これね、許されないってことを表明しましたけれども、デニーさん自身もそもそもこの軟弱な地盤に基地が作れるかどうかの調査をきちんとやってないんじゃないかと。辺野古が唯一の解決策で普天間基地を移設するにはこれしかないんだって政府は言うけれど、何と比べて唯一なのか、どういう意味で唯一なのかっていう説明を全く日本政府から受けてませんと。説明してください、対話してください、話し合いをしましょうってデニーさんは言ってるんです。にもかかわらず何の説明もない、何の答えもない。でしかも民間が
辺野古の基地建設を始める前に調査したら、どうやら地盤が緩いみたいだぞと、それ分かってんですよね。防衛省に報告してるんですから。防衛省分かってたんですよ。分かってたのに隠してたっていうことが今日の報道で報じられて、もう私怒り心頭です。本当にマジでマジで分かってたのにやったんだと。このためにどんだけ私たちの税金ジャブ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 使われて、これからも使われていくのかと。これ税金払ってる人間みんな怒った方がいいですよ、マジで本当にと私は思います。皆さんぜひ考えていただきたいです。自分には関係ない、そんなことないです。関係ありまくりですよ。消費税どんだけ上がっても皆さん黙ってますか？投票にも行きませんか？私は嫌ですね。一生懸命働いて少ないお給料からどんだけ税金取られてるんですか？それでさらに消費税も取られるんですか？その取られた税金を軍事基地のために使わせていいんですか？私は嫌です。私の税金は困ってる人たちに使ってほしい、自分が困った時に助けてほしい、社会保障そういうものに使ってほしい。皆さんもそうですよね。正しい税金の使い道をさせるためにも、今の政府がやってること、お金の使い道おかしい、辺野古の基地になんでこんなにお金使わなきゃいけないんだ、作れそうもないゆるゆる地盤のところに90メートルも下の海底に杭なんか打てっこないんですよ。そんなことできっこないの分かっていながら、防衛省はそれを隠して基地建設を進めているというね。本当にもう私関西人じゃないけど、アホかって言いたくなるような、そういうとんでもない計画とも言えないような計画だったから、デニーさんもこんなの認められないって民意を背景に言ってるわけなんです。ぜひ皆さんチラシをお受け取りください。そしてこちらにもありますけれども、さらに沖縄の行動と一緒に12月3日もこの東京でも行動があります。いろんな形で今デニーさんのこの不承認を支持しますということで、街のあちこちでいろんな駅前でスタンディングをしたりデモをしたり、声を上げる動きが今活性化してきています。私たちもデニーさんを支持しますという意思表示、これをするだけでもきっと沖縄の人たち、デニーさんにも力になると信じて、私の声は小さいかもしれないんですけれども、多くの同じ思いをする皆さんたちとつながって声を上げたいと思います。ではここでまた、三振持ってきてくださった方がいらっしゃいますので、私を奏でていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは。私はいつも沖縄が大好きで沖縄に行きます。沖縄に行けば行くほど、この基地の問題などは両者こそ私はできませんでした。できなかったので、私はこうやって街頭で歌を歌っています。2004年沖縄国際大にヘリコプターが落ちました。皆さん、街中にヘリコプターが落ちる、学校に落ちる、どうですか？お子さんが通ってる学校にヘリコプターが落ちる、ありえないですよね。私は資産神の師匠のお嬢さんが校舎内にいてすごく怖かったっていう話をいつも聞きました。なので絶対に私はそれを許せないと思い、まずいつもここでも国際大の話をしています。そして最近もう一人国際大を卒業した方と、職場の人なんですが話をすることがありました。その人は東京の人でした。その日はもう携帯電話大混乱してたので繋がらず、2日後に東京の家に電話をしたら、何のことと、お家の方が言ったそうです。その時に、ああ、ここはやっぱり日本から見捨てられている島なんだなっていうことを初めて実感したそうです。そういう中で、やっぱりこの問題は避けては通れない、やっぱり基地の問題は避けては通れないんだよっていうことをお話してました。そして、今から歌う歌は、芭蕉布ですが、芭蕉布は、やんばるにあります。やんばるにはヘリパッドができてしまいました。 でもやっぱりこれ以上、やんばるの森を壊してはいけないと思います。
森が壊れればサンゴは死にます、海が壊れます。ぜひあのヤンバルを守っていきたいと思います。ではあの芭蕉布歌わせていただきます。お願いします。だからいや俺どういう関係だか知らなかったから、うん、今は知らしあ、そうなんですか、うん、いや、あ、そうなんだ。その帰りは四五名ここに来た人が何かに声が来た。これ来てるかな。はい、一緒に。それではですね、やっぱりあの浅田あの最後は浅田ゆうたという曲で浅田ゆうたという曲で、終わります。やっぱりあの沖縄といえば浅田ゆうたかなって感じなんですけど、あの皆さんぜひ一緒に歌ってください。ぜひあの一緒に盛り上がりましょう。Thank you.
ゆいゆいってところは皆さんで一緒に掛け声お願いします。さあゆいゆいって皆さんぜひ掛け声よろしくお願いします。ありがとうございました。本当に基地はいらない、どこにもいらないと私は思います。皆さんぜひ基地をなくしていくよう声を上げていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは音楽を楽しんでいただいたところでですね、次はお芝居をやりたいと思います。5分くらいの短いお芝居ですので、ぜひお時間ある方見ていってください。よろしくお願いします。タイトルは辺野古に基地を作るのが解決策というお芝居です。はい、では始めましょう。始めます。はい、辺野古の基地建設反対って言うけどさ、普天間基地が引っ越さないとあそこも危ないんでしょ。あー、普天間基地ね。普天間基地、普天間基地は町のど真ん中にあって、
世界戦の基地とも言われてるの。2004年には大学に米軍機が墜落して、2017年は小学校の校庭に8キロの米軍ヘリの窓枠が落下する事故も起こってるんだよね。じゃあやっぱり辺野古に移設するしかないんじゃないの？それがね、普天間と辺野古ってそんなに離れてないの知ってた？いや知らない、マジで？うん、直線距離でたったの36キロ、新宿から八王子くらい、オスプレイだと5、6分で行けちゃう距離なわけ。じゃあ辺野古に基地が移設されても米軍機は相変わらず空を飛び回りそうだね。そうそう、だから天満から辺野古に移設したところで基地の負担は減らないし、普天間基地周辺の住民の命を本当に大切に考えるなら、また大きな事故が起きる前に今すぐ普天間基地は撤去しないといけないと思う。基地縮小の移設って政府は言うけど、実は辺野古の米軍基地は滑走路を増やしたり、軍港や弾薬庫を作ったり、天馬にはない機能を追加した200年も使える最新鋭の巨大基地になるらしいんだよね。最新鋭の巨大基地か。となると移設というより辺野古新基地の方が呼び方としてしっくりくるね。普天間基地の被害を今度は辺野古に住む人たちに味わわせるのも残酷な話だね。でもだからといって沖縄の米軍基地はなくせないよね。もし中国や北朝鮮に攻めてこられた時、アメリカに守ってもらわないとさ。ああ、そのね、そのアメリカに守ってもらうために基地があるのはしょうがないってよく言う人いるんだけど、沖縄にいるのって実はほとんどが海兵隊の人たちって知ってた？海兵隊？聞いたことないな。沖縄にいる軍人の 60% 近くが海兵隊って人たちなのね。海兵隊っていうのは守るための部隊じゃないの。侵略するための殴り込み部隊で、1年のほとんどを他の国との軍事演習に行っているの。だから沖縄にはほとんどいないってわけ。そう考えると海兵隊のいる基地を沖縄に置く必然性っていうのも全然ないと思わない？そうなんだ、海兵隊って沖縄にほとんどいないんだね。知らなかった。日米防衛協力のための指針っていう日米の約束があるんだけど、これにも島々を含む陸上の防衛に真っ先に対応するのは自衛隊っていう取り決めになってるし、尖閣諸島に関しては別にアメリカは日本の味方でも中国の味方でもなくって中立の立場を取ってるわけ。そうですか。まあ中国がなんか攻めてくるっていうのもよく考えたらおかしな話だと思いますよ。日本と中国とそれからアメリカは経済的にお互いに依存し合ってるし、日本に戦争を仕掛けたって中国にとっては何の得もないからね。そうそう、それにまあ北朝鮮だって韓国アメリカと全く対話できないってわけじゃなくなってきてるよね。そういう北朝鮮の脅威っていうのをなんとかこうみんなでね、交渉によってなくしていけば、基地っていう存在自体がいらなくなってくるんじゃないのかな。軍事基地とか兵器を備えるっていうのは相手の国にしたらいつでも戦争できるよっていうメッセージになってしまうから、私はもうやめた方がいいと思う。せっかく誰の敵にもならないよっていう憲法9条が私たちの国にあるんだから、政治家はちゃんとそれを使って平和外交を進めないと。なるほどね。本当にもう戦争や軍事だけじゃ本当に守れないもんね。平和外交を進めないと、うん、それに沖縄の海って綺麗だよね。ジュゴンやサンゴに隠れ船の海とか、新しい基地建設のために埋め立てして殺されたくないっていう気はするな。
そうそう、しかもその父はね、沖縄戦で亡くなられた全国の人たちの遺骨が混ざってるっていう、本当にね、とんでもない状態なわけで、それから騒音とか墜落事故、レイプ、殺害とか、もう本当に毎日のように沖縄の新聞ではニュースになってるけど、こういうね、基地の被害っていうもの、もうこれ相当なもんだよ。罪を犯しても日米地位協定で大した罰も与えられないから、米軍による犯罪っていうのはもうなくならないわけ。冷静に考えると、戦後76年も経って沖縄に未だに米軍基地が沖縄本島に約 20% ぐらい占めてるってことじゃない。これで新しい基地をまた新たに米軍のために私たちの税金で作ってあげるっていうのは、世界的に見てもとってもおかしな話だよ。だからこそ沖縄の人たちは基地建設の反対の声を上げて、玉城デニーさんを県知事に選んだんだもんね。そう、沖縄は沖縄の人たちのその民意、沖縄の人たちの思い、声っていうものを政府はやっぱり尊重しなくちゃいけないと思う。私たち東京の人間も沖縄に基地を押し付けて知らん顔じゃなくて、どうしたら基地のいらない戦争のない世の中、そういうのにできるのかっていうのを、やっぱりもう真剣にみんなで考えなきゃいけないと私は思うんだ。そうだね、本当に沖縄の基地の問題ってこの国に住む全ての人の問題だよね。ぼーっとしてないで、しっかりと考えていかなきゃダメだね。はい、思います。皆さんはどう思いましたでしょうか。これでお芝居はおしまいです。来てくださった方、拍手いただいて、すみません、ありがとうございます。先ほどなんかパンパもいただいたそうで、ございました。やっぱりそういうね、思いを抱えてるっていう方、あのまだ声を上げてないけれども、やっぱりなんかおかしいよねと思っている方、たくさん私はこの街中にもいらっしゃると思います、信じてます。ぜひ一緒にですね、声を上げて、で私たちの思いも実際形にしていきましょう。心で思っているだけではやっぱり叶えられない。口に出して、行動を起こして、一歩踏み出して、同じ思いの人たちとつながって、この大きな大きなうねり、大きなエネルギーを一緒に作っていきましょう、この東京からね。そうだ、はい、それで引き続きあの行動もあります。こちらにご案内のパネルを置いてますけれども、沖縄の方でもこのデニーさんの不承認を受けて12月3日に行動があるんですね。でその沖縄の行動に私たちも応える形で、12月3日は首相官邸前で16時半から19時半行動があります。これは、戦争させない近所壊すな総がかり行動実行委員会と、止めよう辺野古埋め立て国会法律実行委員会の方で行う沖縄県庁前の同時、行動ということで、沖縄の人たちと同じ日同じ時間に行動しようということで、首相官邸前に集まってくださいという呼びかけが行われてますので、こういう活動にもぜひ、今まで参加したことない人も大丈夫です。怖がらずに、ここに来る人たちは平和を愛する人たちです。戦争を拒絶する、そういう人たちですので、ぜひ集まっていただきたいと思います。よろしくお願いします。そろそろ時間になりました。署名を、集めている方はこちらの方に署名を持ってきていただいて、ぜひちょっとカウントを後で発表したいと思います。どれぐらい署名集まったか。シール投票にもたくさんの方に参加していただきました。ありがとうございます。最後ちょっとみんなで集まって、どんなやり取りがあったとかね、結構若い子たちもシール投票とか署名に参加してくれたので、その辺のエピソードも聞いてる方はお話していただけたらなと思います。では皆さん、1時間半風の冷たい中、結構遠くから来てくださった方もいらっしゃると思います。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。引き続き沖縄と連帯して声を上げ続けましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。皆さん、すみません。